皆さんこんにちは、ゆいです。今日はこちらの鬼滅の刃のダキのコスプレに着替えていきたいと思います。そして今つけてる下着も紹介していくので、よかったら見ていってください。では先に下着紹介していきます。今日の下着はこんな感じです。紫色の下着になっているんですけど、花柄がね、結構おしとやかな感じで、すごく可愛らしいデザインです。それでは下も紹介していきます。下はこんな感じです。下もね、同じデザインになっているんですけど、このフリフリがすごく可愛らしいです。こんな感じです。それではダキのコスプレに着替えていきたいと思います。こんな感じで鬼滅の刃のダキのコスプレに着替えてみました。いかがでしたか？この動画が良かったら高評価とチャンネル登録お願いします。 Twitter や Instagram もやっているので、よかったらそちらも覗いてみてください。今日はありがとうございます。ゆいでした。